こんにちは、小井次郎です。またまた久しぶりに巴丸の下の方にあるイケスを移してみました。しばらく大雨が降ったりいろんなことがあって、お魚さんたちどうしてるかなと心配だったので、中を見に行きましたら割と元気よく生きてました。もう1年以上経ったんでしょうかね。元気よく1年過ぎてますので、ほとんどのお魚さんは30センチを超えるぐらいの大きさまで成長してます。はい。時々小さいのがいますが、これは後で移します。外側の小さい魚が寄ってきてるんですが、それを手づかみで捕まえて、中の生けすに入れて置いたところ、それぐらいになりました。さっきのはメッキですね。オニエバという宮崎でオニエバというやつなんですけれども、それから黒も大きくなってます。左巻きが最近どこ行ってるのかなと心配になってますが、笛吹き台も、どうなってるのかなと心配ですが、どっかに生きてるんじゃないかなと思います。はい。タイさんとクロさんは元気よく泳いでます。メッキさんももう何ヶ月か前に入れたのが、まださらに元気よく泳いでます。時々、メッキさんエヴァさんが泳いでるのが見えると思います。外の方にちらほらと魚が見えると思いますが、この外に見えてるのはこれ餌のおこぼれ頂戴に、やってきている魚。あ、今イケスの外に来ましたね。ここにもメッキがいるんですが、このメッキを注意深く見てください。メッキだから銀色かなと思ったところ、オニエバですので、オニエバだと浪人アジですので、もっとも黒っぽいヒレが、それから体には横縞が薄く見えてるのがオニエバ、ジャイアントトレバリー、なんだっけ、浪人アジになるのですが、金色っぽい黄色っぽい黄金、メッキ黄金エバのような